モリセオレガメは、陸ガメかセオレガメ属に分類されるカメ。アンゴラ北部、ウガンダ、ガーナ、ガボン、カメルーン南部、ガンビア、ギニアビサウ、コートジボワール南部、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、赤道ギニア、セネガル南部、中央アフリカ共和国南部、東ゴ、ナイジェリア南部、ブルキナファソ南部、ベナン南部、 リベリア最大セ長3 7 5トルとセオレガメ属最大種。メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大でもセ長2 8 3トル。背後はドーム状に盛り上がり、上から見るとやや幅広い。通常は交甲板がなく、稀に交甲板のある個体もいるが小型。第五、C 甲板中央部からやや急な角度で傾斜する。 円管板は左右に12から13枚ずつで最も後方の円管板が融合する。円管板はやや反り返り、第1から8円管板は弱く後部円管板は強くのこぎり状に尖る。英名のセラテッドは巨子状のノイ。廃坑の管板の継ぎ目は盛り上がりシワ状になる。種照明エロサは侵食されたノイでチームのシワに由来すると思われる。 肺校の蝶舎外は発達し、あばら甲板にも蝶舎外がある。喉甲板は分厚く、前方へ顕著に突出する。上顎の先端は突出する。頭部の色彩は褐色や高褐色で、黄色い斑紋が入ったり側頭部や喉が暗褐色になる個体もいる。前肢の爪は5本で、後肢の爪は4本。四肢青の色彩は褐色や暗褐色。オスは、 喉乾板が、より分厚く、より突出する。熱帯雨林や、湿度の高いサバンナの中にある沼、河川の土手、湿地等に生息する。和妙は森林に生息することに由来する。浅い水に浸かることも多く、陸がめかなでは泳ぎもうまい。植生は雑食で、昆虫類、蜘蛛類、当脚類、服足類、ミミズ、動物の死骸、果実、 木のことを食べる。嗅覚は発達し食物へ向かい直線的に移動することができる。水中で採食を行うこともある。繁殖形態は卵生。1回に1から4個の卵を産む。生息地では食用や薬用にされることもある。開発による生息地の破壊や食用やペット用としての卵殻等により生息数が激減している。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通するが、繁殖個体が流通したこともある。流通は稀。乾燥や低温に弱いことや寄生虫等による感染症にかかりやすいこと、極端な変色をし、餌付かない個体がいること等から、極めて飼育の難しい種とされ、長期飼育例も少ない。ありがとうございます。